皆さんこんにちは、 DK です。私はある場所で今からガサガサをしようと思っているんですけど、早速なんか前方に生物らしき存在がありました。なんだろう。よいしょ。なんかいましたよね、ここ。よっ。あ、エビがたくさん取れた。スジエビと沼エビですね。はい、スジエビと沼エビが取れました。元気がいいですね。ちょっとですね、水の方の匂いがなんか気になるんですよね。お水が混じっとるような感じの匂いが少しします。まあいいや。この下がなんか気になるっすね。よいしょ。うわ、またエビが取れた。あ、ヨシノボリも取れました。いるんだな、こんなとこに。はい、ヨシノボリが取れました。スジエビ、沼エビコンビネーション、いいですね。ちょっとヨシノボリが見えにくいかな。ちょっと水が濁ってるんですよね。はい、魚影を確認しました。よいしょ。あら、1匹しか取れてない。はい、メダカかカダヤシか、もう判別がつかないような稚魚です。ちっちゃいな。見えるかな。よいしょ。やはりちっちゃいですね。はい、またまた稚魚が取れました。あー、でもヒレがなんかカダヤシっぽいな。生まれたてですね。よいしょ。この底の方になんかいるかな。ヨシノボリゲット。本日2匹目だ。はい、ヨシノボリです。ちっちゃいですね。ああ、最悪。虫かごが川に落ちました。ああ、スジエビとヨシノボリが1匹だけ。この蓋が外れました。これ弱いんですよね、脆弱。ああ、せっかく取ったヨシノボリとかを、川に逃がしてしまいました。虫かごが落ちました。1匹はまだ虫かごの中にいたきゃいいんですけどね。ま、それはそうと、そこにザリガニさんがいます。わかりますかね。前方ザリガニ発見。よいしょ、入れた。アメリカザリガニです。はい、アメリカザリガニです。体を触った感じ、すっごい柔らかいんですよね。まだ脱皮したばっかりですね。元気がいいです。柔らかいから、これちょっと美味しそうですね。よし。あ、沼エビが、スジエビか沼エビか分からんけど、上から見えた。何かいるかな。バッタがすごいですね。イナゴがすごい。まあいいや、ちょっとこの辺で底をさらってみます。よいしょ。うわ、ヘドロ臭い。ちょっとこれはちょっとさすがに手でいけんですね。ちょっとこれ諦めよう。臭い。ちょっと浅めに床をさらって。よいしょ。うわ、浅めでもこんなに取れるんだ。うわぁ、こんだけヘドロがあるとなんかカメがいそうなんですけどね。あ、魚がいっぱいおる。取れてるけどさらにそこに、よいしょ。うわ、いっぱい取れた。いっぱい取れました。お、これはカダヤシじゃなくてこれメダカじゃないですか。これメダカじゃないですかこれ。よいしょ。いるいる。お、これはメダカっぽいですね。連続で取れました。メダカですよね。うわ、その辺にこのメダカらしきものがすっごい湧いとる。あっちにもいる。おめ、これちょっとかぶせでいってみようかな。めちゃくちゃおるじゃん。あっこもおる。よいしょ。意外に2、3匹しか取れんかった。ちょっともう一回チャレンジ。めちゃくちゃおるんですよね。一回ちょっと観察ケースの方にあの後ちょっと連続で網を入れたんですけど、これはメダカでいいでしょう。あ、ちょっと待てよ。ちょっと尾びれの感じが怪しいやつもいますね。もしかするとカダヤシかな。でもメダカっぽいんですよね。よいしょよいしょ。連続で網を入れたら結構な数のメダカ、カダヤシ、どっちだろう、取れました。あれ、カダヤシかな。でもメダカっぽいやつもいるんですよね。ちょっと場所によってメダカとカダヤシで分かれてるんかな。わ、前方にすごい魚影。でかいなこれ。よいしょ。ぐわー、取れた。ラスト一発、大量に取れました。はい、取れました。これメダカ、カダヤシか。もうさっきからメダカかカダヤシか分からんですね。途中で取っていた、集団はメダカだったような気がするんですよね。これはカダヤシっぽいですよね。あ、違う、メダカだ。メダカとカダヤシが混じっとるな。ほんと混じっとんかこれ。はい、今日の釣果です。スジエビ、沼エビ、ザリガニ、カダヤシ、メダカ、そしてヨシノボリ、たくさん取れました。いや、カダヤシとメダカのこの判別が分かんないですよね。明らかにでかいとカダヤシの特徴がよく分かんない。あー、ちょっと何匹か天国に行った魚がいますね。あー、今日も水族館のような感じでとても充実したガサガサ